東京都荒川区から隅田川に架か,かる、洋洲塩入川入り口地図千住塩入大橋は、隅田川に架か,かる橋で、東京都道314号ことといだい矢田線を通す。北岸は、足立区千住明保の町、南岸は、荒川区南千住八丁目。境名はもともと、この場所にあった、都線上、塩入の私にちなむ。隅田川に架か,かる橋の中では、 比較的新しく2006年2月19日に開通した。東京都が災害時の防災拠点として整備している白髭西地区の主要連絡路であり、足立区、荒川区、葛飾区を相互につなぐ重要拠点として可供された。開通から長らく一般バス路線が設定されていなかったが、2013年3月25日より、京成バスによる路線バスが 北千住駅東口から南千住駅東口間に設定される。また、高速バスは、いわき東京駅業のいわき号が、日立自動車交通に運行を委託している、コミュニティバス、メグリン、B イーグル、江戸バスの改装車がこの橋を通過する足立朝日2013年2月5日3月下旬北、千住駅東口から待望の路線バスが運行。メグリン、 ビーグルの回送車は、戦場橋を通過することもある。ありがとうございます。